グンナルラーションは、スウェーデンスコーネ地方丸目出身のスウェーデン人男子、競泳選手である。1972年ミュンヘンオリンピックで200メートル個人メドレー、400メートル個人メドレーの2冠を達成した選手。17歳で初出場となったメキシコオリンピックでは5種目に出場。800メートルリレーでは8位入賞を果たしたが、他の4種目は予選落ちした。 19歳で迎えた1970年、欧州水泳選手権でラーションは400メートル自由型、200メートル個人メドレー、400メートル個人メドレーの三冠を達成し、200メートル自由型でも銀メダルを獲得する活躍を見せた。欧州王者として臨んだ2回目のオリンピックでは400メートル自由型、 200m 個人メドレー 400m 個人メドレー 400m メドレーリレー 800m リレーの5種目に出場した。200m 個人メドレーでは予選で五輪新記録、決勝で世界新記録を出し優勝。400m 個人メドレーでは予選、決勝ともに五輪新記録を更新して2冠を達成した。8 0 0ルリレーでは4位入賞を果たし、 他の西北は予選落ちした。スウェーデン競泳史上五輪2冠は1920年、アントワープオリンピックの200メートル平泳ぎ400メートル平泳ぎ2冠の宝冠マルムロット以来2人目で、ラーション以降2016年現在達成者はいない。第1回の世界水泳選手権でラーションは200メートル個人メドレーで初代王者となった。 グンナルラーション -olympic.org ありがとうございます。